今日も皆さん、みんな大好き、ボードあります。これを使って、いろんなね考察を、この絵がないと皆さん分かんないと思うんで、この絵あって、野田栄一郎考察だと思います。まずですね、僕がずっと気になっている、結構前ワンピース考察、僕のワンピース考察を前から見ている方はもう存じていると思うんですけども、このマリージョアにですね、マリージョア描きます？マリージョアね、マリージョアがあって、これレッドライン、これレッドラインですね。ね、このレッドラインというでっかい大地の上にマリージョアが、マリージョアがあるんですね、これ。でですね、ほにゃららら、ほにゃららら、ほにゃららね、もう果てしなく長い、もう海も越えて、でここにですね、魚人島があるんですよ。このマリージョアの真下に、マリージョアの真下にね、こう魚人島があるんですよ。みんな大好き、人魚とかめっちゃ住んでる、はい、こうやって泳いでいるんですね、はい。まあ、ここまではいいですね、皆さん、はい。おマリージョアの下に魚人島があると、はい。でですよ、この魚人島を照らしているのが、こうです、本当に。要するに、これ、妖獣イブというものがありまして、皆さん、これ、妖獣イブというものがありまして、これがですね、まあ、要するに、空の太陽光を、妖獣イブが吸って、その太陽光をこっから出してると。出してるからこの魚人島は明るいんだと。ものすごい地下、海の深くあるんだけど太陽に照らされていると、はい。まあ、これが全体の構図なんですけども、でですね、この妖獣部、この存在があるのはもう間違いないんですけども、見当たらないんですよ、皆さん。幼獣イブが、これマリージョアのここのシーン、このシーンは何度も何度も映ってるんですけども、どこを見渡してもね、幼獣イブがないんですよ。だって太陽の光を吸ってこっから放出してるんです、太陽の光をね。ってことは間違いなく日の光に当たってるんですよ、太陽、幼獣イブっていうのは。でもね、見当たらないんですよ。どこにあるんだよ幼獣イブはっていう。どこにもないですよね。だってこんなにでっかい木ですよ。見当たらないことありますねえ。規模感で言ったらですよ、規模感で言うともうコース、幼獣部の木はもうこう、こんぐらいでかくないとおかしいです。つまりこのマリージョアを覆ってるぐらいでっかい木なんだと思いますよ。これが見当たらないってことあります？それ切られちゃうと、その太陽光を下に流せないんですよ。だから幼獣イブは丸々どっかに存在してるんですよ、間違いなく。はい。さて、このマリージョアにですね、一個秘密があります。秘密っていうか一個設定がございます。これマリージョアでですね、まあこうレベリーっていう大会議、世界中の王たちが集まって大会議するんですけども、まあ、そのシーンが、ありまして、その時にですね、魚人島からやってきた白星姫たちがですね、まあ、このマリージョアにやってきまして、わあこれはおもりですかって、まあ、森のことを言ってるんですけども、これはおもりですかっていうんですけども、ここはまあ全部人工ですかねって説明、兵士が説明するんですね。はい。まあ、他にもですね、最近だと兵糧攻めなんていうのがありまして、まあ、マリージョアの資源を全部断ち切ってしまおうと、
ということで、まあ世界革命軍がですねマリー城に対して潜入人に対して今兵糧攻めしてるんですよ、物資が運ばれないように。すなわちですね、まあここの木が全部人工であるし、まあ兵糧攻めができるってことはですね、このレッドライン、マリー城がある場所で資源が生まれてないわけです。まあ、要は飯とかそういうのないと、生まれここから生まれることがないんですね。まず木が生えないんで、このマリー城っていうのは、マリー城とかのレッドライン、もしくはこのレッドラインっていうのはですね、もう木が生えないんですよ。で、何も作物も育たないんですね。だから兵糧攻めっていうのが成り立っちゃうわけです。だって本当だったら奴隷たちに、なんか作らせた方がよくないですか？レッドラインで。でもね、奴隷たちが働き方って、普通奴隷っつったら、もっと農民みたいな、もっとその畑で仕事とか、いろいろさせるはずだと思うんですけど、一個もないんですよ、そういう描写がね。うん。つまりこのマリー城に住む人たちっていうのはレッドライン以外からの、島たちからの供給がないと成り立たない、生活が成り立たないんですね、ここ。はい。まあ、これがまず2つ目の情報ですね。ここはイブがあること、そしてこのレッドラインでは、木が生えない、作物が育たない、栄養がない。うん、はい。そしてもう一個、まあ、これがマリージョアの話ですね。